はい、こんにちは、ナースケです。ということで今日はですね、なんと人生初のタキシードを着に行きます。うーやばい、筋肉つけすぎてタキシード入んなかったらどうする問題ね、今ねずっと考えてるんですけど、多分大丈夫だろうってことで、一応ね僕もねめちゃくちゃ太らないようにね、大会終わったらよく太っちゃうけど太らないように頑張ってます。だから多分大丈夫だと思う。でこれからね東京駅ってところに行って、でそこでねタキシードをね初めて試着します。あと1ヶ月後ぐらいにもうね結婚式だから、まあどんないいねタキシードがあるかわかんないけど、人生初めてのタキシードなんで、せっかくだから動画に収めようと思ってます。ということでこれからね東京駅に向かっていきます。よいしょ。今ね東京駅に着きました。丸の内の駅前、すごいでしょ。ここがねよく見る丸の内の駅ですね。この近くにミラーミラーっていうね、結婚式のウェディングやってます。この近くにミラーミラーっていうお店があって、まあ、そこでタキシード見るんだよね今日。ちょっといい感じのタキシードあるかなっていう感じです。ちょっと楽しみ。うわやばい、ウェディングやってるよマジで。素敵だね。素敵だ。あそこに行きます。着いた着いた。あー緊張するね。ウェディングドレスがたくさん。ここ一回来たもんね、試着しに。うん、何回か来てんのかな。一回来てるんだけど俺一回しか来てない。私3回来たよ。あ、常連じゃないですか。今日はタキシードだからちょっと緊張します。僕が楽しみだな。楽しみだね。いっぱいあるよ。楽しみだね。今着れるかパツ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 。ちょっと筋肉ついちゃって。あ、いいんじゃない。でも可愛いね。うん、鍛えられてるんですね。あ、そうなんです。そうなんです。痛いすぎないでしょ。うん、このままで現状維持で。まさかの肩がやっぱり広すぎるって感じかな。大丈夫、うちのお父さんの絶対合うやつあったから絶対あると思う。一旦解散して、これからねちょっとね渋谷で味の試飲というものに行きます。試飲です。なんか美味しいものをねバイタスさんがねまたね作ってるみたいなんで、それをねちょっと僕も試飲したいなってことで、まさかこんなところでカメラもね入れるなんて思わなかったんで、ちょっと行っていきます。これからということで向かっていきます。見てこんなでっかいところで。EAA のね試飲なんですよね。今バイタスさんってキウイとかヨーグルトライチが出てるんだけど、新しい味がね試せるってことでね、僕もその味の開発に携わっていいっていうことで、僕のねなんかわがままを言って、わがままを言った味を揃えてもらったんですけど、このね大きいビルのところでやりますってことで、ちょっとね潜入していきます。ということでここがなんと試飲ができる場所ということで、出ました、おなじみのキウイ味、ヨーグルト味、ライチ味と。今回はまた違う味をねちょっとね、こんなんか秘密基地みたいでいいですね。でなんかすごいね実験機器みたいなのがあってワクワクします。例えばその後にまた微調整をさせていただけたらと思いますので、今あちらでシチュー作ってます。すごい怪しいですね。怪しいものを作ってそう。ありがとうございます。ありがとうございます。一応今回は5種類味を見れるらしくて、見てください、こんなシートまでも甘味とか酸味とか香りとか苦味、色、これを5段階で点数をつけていくみたいな感じで、これにね僕もねちょっと参加します。はい、僕味がね舌がバカだってよく言われてるんですけど、そんなことは内緒にしておいてやっていきましょう。あ、もうやってますか。これ匂い僕まず言ってますね。僕はなるほど、何味かわからないです。おお、あー、ボキャブラリーが、お、あー全部いいですね。辛口でいきます。辛口でちょうどいい。お、むずいな。今日はねなんとね大会の翌日なんですよ。みんなね昨日ねサマスタの大会の出てたんですけど、まあ今日はねシェイプの忘年会ということで、まあ打ち上げ的な大会お疲れさんみたいなことをやります。準備僕だけかなと思ったら、普通にねあの井出料理長っていうね、もうほら見てください、なんでいるのっていう人がねいます。なんでいいじゃないか。井出料理長はね何でも手伝ってくれます。ヒースケとトレーナーコウキさんと、まさかのコウキさん双子というね、ケイシとコウキってことですね。はい、はい、
って感じでみんな手伝ってくれてます。まあ多分ねみんな大会終わったから、まあ、爆食するんじゃないかってことでね、今日はそんな感じのオフな感じも映していきます。よし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 、来ました。やっぱねみんな肉が大好きだと思うから、この肉をね人数分用意しました。しかもめっちゃ赤身じゃない。もういいやん、めっちゃ赤身、この脂身さえ取れば。めっちゃいいやん。分かってるね。俺なの。この双子の兄弟が、みんなの名前を書いてくれた。おざます。ありがとうみんな。いやー、やっと食べれますね。めっちゃ美味しい。で、まさかの勇者の子にいるという。ありがとうございます。みんなオフやな。はい、ということでもう12時過ぎてるんですけど、今忘年会から帰ってきました。まあシェイプのね忘年会っていうことで、実は今日ね本当にたくさんの方が参加してくれました。サブちゃんの撮影協力してくれてる人とか、ポップアップ手伝ってくれてる人とか、インスタの写真撮ってくれてる人とか、もうシェイプって本当にジムだけじゃなくて SNS もいろいろやってるし、やっぱりね少人数じゃ回せない規模になってる。ナースケフィットネスっていう YouTube チャンネルを始めて、一人で始めたところから、なんか今日忘年会でたくさんの人が来てくれて、シェイプをこれからもよろしくお願いしますって言って、なんか本当にたくさんの人に支えられてるなって思って、なんかすごい嬉しい忘年会でした。なんか僕がいなくてもたくさん幸せそうに楽しいねっつって喋ってくれてるところを見て、なんか本当にお酒飲んだんですよ僕今日も。いい、多分お酒飲んでも酔っ払ってるけど、酔っ払ってるけど、なんか自分が楽しむっていうよりかは、なんかそうやってみんながこうやって楽しんでくれてるところを見て、あーなんかこんなにさ人が集まってくれてすげー嬉しいなって思いました。年越しそばじゃないけど、全然まだ年越さないんだけど、普通にそば買ってきたんで、まあちょっとねほらどん兵衛のそば食べながらね、なんか今日のねことをすごいさ幸せだったんだよ本当に。なんかみんなとさご飯食べて、みんなでいい一年だったねとかさ、あー初めましてとか、初めましてで会う人もいるんですよシェイプの忘年会で。シェイプのさ予約システム作ってくれてる人とかさ、いや嬉しいよね、なんかいろんな人に支えられてるなと思って。ブーちゃんとかさ、レイナさんとかさ、昨日大会だったんだよ。コウキさんも大会でさ、それなのに夜遅くまでさこうやって忘年会来てくれてさ、僕はもう感謝しかないよ。なんかもう本当に途中でさ涙出そうになってさ、最後ねちょっとね二次会みたいなところでさ、二次会なんて久しぶりに行ったよ僕も。いいけどさ、みんながさ楽しそうにさ喋ってるとこ見てさ、ちょっとだけね席を外して遠目で見てたんだけど、なんかそれが幸せなんだよね。あー、みんなすごいさ楽しそうだなと思ってさ、本当に嬉しいよ、これが僕の幸せなんだなとかって思ってさ、仕事をしてさ幸せってさ、ずっと幸せじゃんだって。仕事をして生きていくってさ、仕事が辛い人もいるのにさ、仕事が楽しいって思える環境にいるっていうのが僕は本当に幸せなことだと思う。僕も酔っ払ってるから、まあこのまま喋ってたら多分一生喋っちゃうし、多分50分ぐらいの動画になっちゃうから、まあちょっとね僕のまあなんだろうな、少しお酒も入ってるし、こんな時ってあんまりないから動画に撮っといて、また明日でこれ見直して自分で編集する時に変なこと言ってんなと思いながら多分編集すると思います。まあこの気持ちを少しでもね動画に収めたくてね、帰ってから動画撮ってます。あ、ということでシェイプのみんな本当にありがとう、動画を通して言わせていただきたい。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。